皆さんおはようございます。6月8日旧西軍横浜招待昇天祈祷会を始めます。今日も賛美し聖書の言葉に聞き祈りたいと思います。神様がここの中心にいてくださって私たちの祈りを導いてくださいます。心から感謝し賛美していきましょう。旧西軍歌集206番、炎の御霊よ下れ、炎の御霊よ下れ下れ、神の御力よ下れ下れ、約束のものを我らは待ち望む、ペンテコステの日よ下れ下れ。それではご一緒に聖書を見たいと思います。使徒言行録一章八節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。皆さんは聖霊を受けて歩まれておられるでしょうか。イエス・キリストは十字架にかけられ3日目によみがえり、弟子をはじめたくさんの人たちのところに現れました。そして私たち一人一人に聖霊を約束してくださいました。聖霊が下るときに私たちは力を受けて地の果てまでイエス・キリストを伝える証人となると約束されております。聖霊を受ける前の弟子たちの姿は非常に哀れなものでありました。弟子の代表であるペテロはイエス・キリストに従うことにおいては誰にも負けないと思っておりました。しかし実際にイエス・キリストが十字架にかけられたときに彼は三度も私は知らない、決してイエス・キリストなんか知らないとその関係を否定してしまいました。そのような愚かな弟子たちに対してイエス・キリストは愛を与えてくださり、イエス・キリストは聖霊を約束してくださった。そして彼らが待ち望んだ時に聖霊が下り、彼らは人を恐れることなく大胆にイエス・キリストを述べ伝えました。一日に3000人の人が救われるという不思議なことが起こってまいりました。聖霊は風です。力強く私たちのうちに臨むときにその風が人間的には不可能だと思えることを
吹き飛ばすことのできるパワーです。私たちは何かを計画するときに、それができない理由をまず考えてしまう誘惑があります。資金がない、お金がない、組織がない。しかし聖霊の風が吹くときに、神様はすべての必要を満たして、圧倒的な力である聖霊を私たちに与えてくださり、すべての壁を打ち破ることができるのです。私たちは神に期待したいと思います。また聖霊を受けたいと思います。また聖霊に満たされて祈りたいと思います。その時に私たち人間が考えることもできないほどの神様の大いなる栄光が表されます。神様に期待して今日も祈りたいと思います。祈りましょう。祈りの課題1、聖霊の力を受けて生きることができますように。2、聖霊による癒しと平安が与えられますように。3、正体と分体に聖霊の風が豊かに吹きますように。4、台湾のプーリー正体来日、6月14日から18日が聖霊を受ける時となりますように。5、聖霊が救世軍の働きを導いてくださいますように。神様は私たちに聖霊を与えてくださいます。聖霊の力が私たちの上に臨むときに、私たちは圧倒的な神様のパワーに満たされて、地の果てまでイエス・キリストの証人となることができます。聖霊を受けたいと思います。また聖霊に満たされたいと思います。また聖霊に満たされて地の果てまでイエス・キリストの証人として歩みたいと思います。今皆さんが抱えておられる問題がどんなに大きな問題であっても、聖霊の風が吹くときにその問題は必ず解決されます。イエス・キリストを信じて祈りたいと思います。今日も皆さんお一人お一人の歩みの中に聖霊なる神様が共にいてくださいますように。アメン。